はいいどううもランスのかゆですすごご視聴ありがとうございます今回も荒野行動を張り切ってやっていきたいと思います。今回からね、えー、前回気に入ってしまったね、M16 をメインにですね、武器を集めていきたいかなと思っております。もう、あのー、短期間中は卒業しようかなという感じですね。なんかやっぱり、あのー、アサルトライフルって言うとないですかね、あっちでやってるときの方が面白いんですよ、なんか知らんけど。 この AK とかって何ていう銃になるんでしょうねさーてこのとりあえず AK もね評判いいですよねなんでこれを使うという方法も考えてはみたんですけどやっぱあの三連射撃が気に入りましたね本当に僕みたいな素人向きといいますかねなんであれがなくても倒せるようになるまではねやっぱり M16 かなと 気はしますねなんかグレネードランチャーもつけれるみたいですしね。88式か、なんかスコープしたままで、えー、何発も撃てるんはええとこなんですけど、確か攻撃力が、ね、あんま高くなかったんじゃないかなと思うんですけどね、僕もなんか暇の時に高野高度の、ね、攻略サイトみたいなの読んで、武器の特性みたいなの勉強してるんですけど、 なんかいまいちな狙撃銃だったという印象ですけどねまあスコープしたまんまにできるっていうのはね素人向けと言いますか僕みたいな初心者向けではあるんかなと思うんですけどやっぱりせっかく狙撃銃使うんだったら攻撃力欲しいですよねまたなんか別の見っけたら変えていこうかなと思います いおった向こうにはバレてんのかなあいつ仕とめたいな追っかけてこんな気づいてないのかこっちにあれおらんようになってるわどこ行きよったんやろ 迂回してこっち狙ってんのかなあおっ,おった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 狙撃銃かなこの距離やったらよしただやっぱり4発かかってますからねあんま強くないですね違うのに変えたいですね 多分ゴールデンクマとかやったら一発か二発で倒してくれると思うんですけどね。ただまあ当てる場所にもねよるとは思うんですけどね。95式か。95式に変えようか。これもね結構気に入ってるんですけどね。三連射撃はないですけどね。うん。これであとは狙撃銃でいいの開ったらそれで OK でしょう。 よっしゃー、8倍スコープがありましたね。これで、ますますなんかええ狙撃銃欲しいけどなぁ。な落ちてないかなあれ、狙撃銃っぽいなまた88式か、もういらんって。同じのばっかり。まあ、弾だけもろとこ。やっとあったか なんて読むんかね、これ。KAR って読んでますけど。まあ、ゴールデンクマとか、あと CS でしたっけ。あれの、あの二つの次ぐらいには、まあ、落ちてる狙撃銃では気に入ってるっていう感じなんで、まあ、三番目に僕の中で欲しい狙撃銃が手に入っていることで、まあ、このぐらいで妥協して、8倍スコープもあるんで、持っていこうかな。 一応装備確認して、ちゃんと8倍スコープついてんな。ただね、ここってね、待ってても案外人来ないんですよね。それが一番のデメリットですよね。なんかここでたくさん撃ち殺した記憶があんまりないわ。つーかもうエリア外れてるやないか。もうこれやったら <laughs> 安全エリアに行かないかんな。もうここは撤収じゃ。もうここでインモールもちょっと考えないかんな。 やっぱ芋ってったら面白ないんですよねゲーム自体がねうんあれは露骨にやり合ってんな血しぶきが2つ見えたぞこれは漁夫の利を狙いたい当たってないかやっぱこの k r ですか一回一回スコープが外れるのが嫌ですよね くねくね動き上がって1個も当たらないかうわまた外したあそう向こうの方が1枚上手っぽいなただもうあと9人なんで見っけたやつは確実に仕留めていきたい おあと8人になった。あ、寄ってきやがってる。舐めとるな。よしよし。まあ、寄ってきてくれりゃね、こんな丸裸のところでよう突っ込んできたわ。僕はずーっと隠れてると思ったんですかね。甘い甘い。まあ、僕のこのスキンっていうんですか見た目 なんか露骨に雑魚ですもんねなんねなか他の人いろいろ装備してるじゃないですかなんか変な被り物してたりね僕結構この T シャツとジーパン気に入ってるんでもうよほどなんかちょっと面白げな手に入れん限りはねこれでやっていこうかなと思ってるんですけどなんか弱そうですよねそれがいいんかもしれないですねガンガン来てくれますねとか言おったらエリアがな 間に合うか間に合いはするかだいぶ削られたな。で、また次のエリアがね <laughs>、決まってるんで、そこもめっちゃ遠いんでね、もう、無関寄らないかんかなと思うんですけど。ああ、これ、川渡らないかんのどうもそれっぽいですね。 迂回するよりは泳いでった方が早いんかな距離的にはあれですけど速度がねしかも狙われたら一ロですよねまあ見っからんことを祈るしかないなって感じなんですけど向こうには船あるのになこっちにあってくれりゃいいのにわあ綺麗な水泳ぎたいなこんなとこでもう長いこと川や海で泳いでないな 気持ちよさそうですねただ全然進んでいかへん <laughs> 遅いなうん後ろから狙われているような感じはないのかなもうちょっとこのまま泳ぎきってくれ 大丈夫そうやね、後ろは。よっしゃ、着いた。やれやれ。ただ、それでもまだ安全エリア入ってないんよな。もうあと10秒ぐらいか。間に合いそうですね。回復アイテムも弾も十分ということで、これ、ドンショ、ドンガ、ドンカツか。ドンカツいけるんちゃうお。あいつか。 やり合ってんなあ,あいつしとめたなうわ外した最悪よしあと一発この狙撃銃攻撃力高いと思うんで2発当てれれば回復される前にあれまだか当てる位置が悪かったかか隠れられてしまったなチちらちら見えてんなあ 当たらんかよーしああと一発っていうときやのにね他の人に狙われんかなこれ怖いなーうわーエリアがもうダメやああいつ今殺されませんでした他の人にええー、感じですねただエリアがうわーめっちゃヘロン早い はい入りたい。はあ、やれやれ。で、また次のエリア遠いやないか。厳しいな。どっか回復するのにとこないかな。さあ、あとは見つからんことを祈りつつ。 よしとりあえず見つからなかったですねこのままこれ歩ふ前進では入れんかさすがに1分ないもんなただ走りたくはないなおらんもんやなあと3人おるはずあと2人かおるはずなんやけどね 逆にこっちも見つかってはないですけどほふ前進してたら見っからないですよね逆にほふ前進してるやつ見つけれないですもんねまあこれも慣れてきたら見っけられるようになるんかなうーん遠いいつ飛び出そうかあがもうダメや縮小が始まってしまいましたね 撃ってくるなよ、撃ってくるなよー、絶対に打ってくるなよー、もうちょい、もうちょいや、うわーいや、やり合ってるんやな、こっち狙ってたんじゃないな、おお、死に寄ったぞ、よっしゃ、あと一人、こいつさえ先に仕留めれれば、 しかも安全エリア、先にこっちが入ってるでしょ。もうこれ先に見っけたまん勝ちやな。どこやどこにおるあー。どこや早見つけたい。緊張するな、これ。どこやろあかん。見っかった。どこや間に合う。あー、くっそー。あとちょっとやのにもう。 まままあけけどえー、とこまでねねるよようになってきましたよ、ね、もう1キル2キルは本当に珍しくなくなってきましたしようやくこの高野行動というゲームに慣れてきたんちゃうかなと思います。